不連続殺人事件。坂口安吾。第一回。1。俗悪千番な人間関係。 昭和22年6月の終わりであった私は歌川和馬の呼び出しを受けて日本橋の坪平という小料理屋で落ち合った坪平の主人坪田平吉は以前歌川家の料理人でその神 テリオさんは女中をしていたカズマの親父の歌川多聞という人はまことにわがままな公職官でめかけはある芸者遊びもするくせに女中にも手をつけるテリオさんは渋川の向けたかわいい顔出しだから無論例外ではなく その代わり、坪兵と結婚させてくれたときには、小料理屋の資金も与えてくれたのである。カズマの東京の邸宅は、繊細でやられたから、彼は上京のたび、兵へ泊まる。 実はね、出し抜けに突飛なお願いだがら、僕の家で一夏暮らしてもらいたいのだ。カズマの家は、汽車を降りて、山道を六里ほどバスに乗り、バスを降りてからも、一里近く歩かなければならないという、不便極まる山中なのである。 そんなところだから、私たち数名の分子仲間は、戦争中、彼の家へ疎開していた。一つには、彼の家が酒造家で、酒が飲めるという狙いの筋もあったのである。訳を話さないと分かってもらえないが、この月の初めに、 望月王仁のやつがふらりとやってきたすると丹後弓彦と内海晶が続いてやってきたのだ妹の玉緒のやつが誘いの手紙を出したからでひと夏うちへ泊まるという君だから恥を打ち上げてお話しするが玉緒のやつ このの春、打したのだ。相手が誰ということは全然喋らないから今もってわからないが一月のうち半分ぐらいはふらりと上京してどこに泊まってくるのだか手のつけようがなくなっていたのだご承知の通り望月王人というやつは祖母 傲慢無礼。花持ちならぬ奴だが、丹後弓彦のやつが、上辺はイギレス型の紳士みたいに、丁重で取り澄ましているけれども、こいつがまた傲慢。うぬぼれだけで出来上がったようなやつで、陰険なひねくれ者でね。内海明だけは、気持ちのすっきりしたところがあるけれども、例の背虫で、 姿が集会だから差し引き何にもならない三人も連れて喧嘩ばかりしてやがる玉緒のやつはそれが面白くて誘いをかけた仕事なんだよ僕らはやれきれやしない絡んだり睨み合ったり背虫のやつなんぞは時々立腹して 食卓の皿を床に叩きつけたりね。一人の姿を見ると、一人がぷいと立ち去るという具合で、僕らのイライラ不愉快になることといったら、まったくもう、ゆっくり本を読むような心の落ち着きが持てないのだね。 そこで、誰言うとなく、いっそう、昔の顔ぶれ。戦争中、疎開に来ていた顔ぶれだね。一同に返して、一夏過ごそうじゃないか。東京は、飲食店が休業だから、ちょうどよかろう、なんてことになった。彼らもそれを望んでいるが、僕らも実は助かる。 彼らは退屈紛らしのつもりだけれども僕らは奴らだけじゃ息苦しくて他に息抜きのできる人たち「木兵衛にしろ」「コロクにしろ」「いてくれた方が助かる」「紛れる」「でして君にはぜひとも来てもらいたいのだ」「木兵衛もコロクも来ることになって実はあさって 一緒に出発することになっているんだがね薄ぎさんもか無論一緒だ胡長さんも来るそのためにひと夏舞台を休むことにしたほどだから女流作家薄木亜希子は今はフランス学者の三宅木兵衛と一緒にいるが元はズ馬の奥さんだった 元々話し合いの上で別れたことで、文学者同士のことだから、あとは綺麗なものだけれども、問題はカズマじゃなくて、もち王人だ。疎開中、当時カズマ夫人だった、宇津木あ子と木兵衛と話が進んで、終戦、東京へ引き上げるというときに、 話し合いの上で、カズマが離婚を承諾した。カズマももともとアキコに手こずり、ほとんど未練はなかったのである。アキコは非常に多情な女だ。疎開中は、木米よりも王人と交渉が深かったのだが、王人の奴が、 全然定鉄の念を持たないやつで、玉尾とも関係があり、女中だの、村の娘だの、八方に上地だった。秋子なんぞは食後の果物、おやつ程度にしか心得ていないから、秋子も諦めて、木兵衛と一緒になった。しかし、 内心は相当王人に参っている王人は天下の流行作家であるし傲慢無礼育つ野生的なところが肉感派のアキコに魅力なのだろうアキコは本能の人形みたいな女で抑制などのできなくなる地方的なところがあるから山荘へ行く 王人とそのままでは済まないはずだが、木兵というやつ、理智聡明、学者善、乙に済まして、くだらぬ女に惚れて、引きずり回されて、いいだくだくというのだが、そのくせ嫉妬で胸が破れそうなことも言っている。 カズマの招きに応ずるなどとは、まったく馬鹿げたやつだ。私はしかし、この正体は、なるほど、カズマの述べたような理由によるものと思うけれども、カズマ自身がこの計画に乗り気の理由の最大のものは、 別に隠されているのだろうと思った。狙いはむしろ、胡蝶さんにあるのだろう。胡蝶さんが呼びたいのだ。私はそう思う。明石胡蝶は、劇作家、ひとみコロクの奥さんで、女優だ。 満身色気、情欲をそそる日刊に満ちているが、古町さんは王人のような粗暴な野生派が嫌いで、理派の弱々しい男が好き。瞳孤独などは、ねちねち必要で、煮えきらなくて、昇進臆病。根は親切で、 人懐っこい太刀なのだが、付き合いにくい男だ。古町さんはカズマが好きで、カズマの方が積極的に出さえすれば、孤独を捨てて、カズマに走るぐらいの気持ちは抱いている。あの頃はしかし、カズマは臆病だった。 宇津木明子は三宅木兵衛と共に去る元々未練のない女とはいえ起き去られては心中安泰疎開客は終戦と共ににわかに去り孤独も胡長さんも去った彼は孤独というものが 何よりも自分の望む愛人のように、あの時はむしろ厳しい勇気に満ちて一度を見送り、孤独に閉じこもったように見えた。一月二月に一度ぐらいずつ状況のたびに、世相の変典は彼の心に大きく影響して、 去年の春頃だか、今の奥さんの綾香さんに会った。綾香さんは女学生の頃は詩などを作っていたそうで、シ治派の異彩、歌川和馬といえば、文学少女には相当魅力のある中堅詩人だから。その頃、 三夜旅をお友達と訪問したりなどしたことがある。しかし、詩は彩香さんには付け焼き場で、実際は詩などに縁もゆかりもない人だ。だから、女学校を卒業すると、もうカズマを訪れはしなかった。 去年再会したときに、綾香さんは、土井光一という画家と同棲していた。彼の絵は、最もユニックだと言われ、記載などともてはやされているが、私はそうは思わない。シュルレアリズム式の構図にもっぱら感能的な、 戦場一方のものをぬたくり、燃え上がらせる。ちょっと見ると、官能的と同時に、何か、陰鬱な史上をたたいている趣のあるのが味噌で。しかし、実際は孤独とか虚無の厳しさは、何一つない。彼はただ、 実に巧みな商人で、時代の思考に合わせて色をぬたくり、それらしいものをでっち上げる名人だ。だから、絵自体の創作態度も商品的だが、また、売り込みの名人で、終戦後は画家の苦境時代だが、 彼は雑誌社や文誌に渡りをつけて挿絵の方で荒稼ぎ相変わらず奇才だのユニックな作風などと巧みにもてはやされている一馬は別人のようだったいろいろ押抑えていたものが時代の変転 彼に発散の糸口を与えたものか。俺だって女房を寝取られているんだ。何か、そんな居直り方の塩梅で、まで、全くもう、女に定子のあることなど、眼中にない必要さ、ひたむき、食い下がったものである。もっとも、 あやかさんは美しい。とびきりという感じがある。あやかとはうまい名をつけたもので、遊び好きで屈託がない。しかし、しつこいことが嫌いなようで、かずまの執念深さ、柄に合わない稲直り方に、 しかめっ面を見せる気配も見受けられたが、こういう人を、店内の娼婦型とでも言うのか。つまり、貧乏が何より嫌なのだ。土井光一は、画家の中では、挿絵を描いたりして収入のある方だが、この物価高では、高の知れた収入で、 一足の絹靴下も買ってもらえない。カズマの方は、元来が大金持ちの御蔵氏のところへ、自極的にも酒造家であり、数十万勝負の山林は持っている。嫌でも闇の大金が転がり込む。状況のたびに、金庫からちょっと一つかみ刺す束つかんでくる。 一つみぐらい減ったって、減った後もわかりやしないが、花紙みたいにつかんでくるサスタブが、七八万円はあるという、しもじもには見当もつかない景気で、遊ぶこと、美味しい食べ物、美しい着物、豪奢の好きな彩香さんは、お金に惚れてしまった。 あっさり土井光一に引導を渡して、正式にカズマと結婚した。それが、去年の晩秋頃であった。もっとも、詳細に抜かりのない土井光一のことで、即座にカズマと膝詰めの商談。女郎だって身請けの三万や五万は、 今時かかるんだから、二十万円で身請けしろという。私が間に立って、十万に値切って出たが、十五万円で蹴りをつけた。なあに、あの女は俺でなきゃダメなんだよ。俺の肉体でなきゃね。 俺の肉体は君、ヨーロッパの勝負でもそっ倒するぐらい喜ぶんだからな。吹けば飛ぶような三文詩人じゃないか。まもなく俺のところへ涙を流して、謝って帰ってくら。土井孝一は私にそう言った。 しかし、自信満々の和製ドンファン先生も、こいつはダメだろう。綾香さんという人は、一人の男ぐらい、へとも思っていないので、世界中の男が、つまり、自分のよりどり随意の品物に見えるというような、楽天家じゃないかと私は思う。 土井光一が身受け代と称して二十万円を請求したときには、大いに誇りを傷つけられて、まったくこういう楽天的な霊人は、男なんかへとも思わぬくせに、小さなことでひどく誇りを傷つけられ、無償腹を立て、激凛、復讐、 復讐もしなかったけれども、大変な剣幕で起こったもので、ひどい喧嘩別れをしたという話であった。そのことを私が言うと、土井光一はゲラゲラ笑って、バカな、喧嘩なんて、男同士だって、結局仲直りのチャンスじゃないか。 男と女の喧嘩なんて、他人同士なら、もともと喧嘩なんかしやしないや。ひどい喧嘩別れをしたというのは、ひどく仲良しになる条件があるということなんだ。わかったかい彼は自信。 うぬごれの化身であったもとより土井光一の予想は外れて彩香さんはもはや彼には一個にも及ばなかったがしかし一馬も決して幸福な結婚ではなかったようだもっとも 別に浮気をするというようなことではない。彩香さんは、衣の下から体の光が輝いたという、外折姫の一類で、全身の輝くような美しさ、みずみずしさ。そのくせ、こんなに美しく色っぽく見える人は、ご当人は案外、 情欲的なことには無関心、冷淡興味が少ないのか、浮気なところは少ない。ただ、状況のたびに、豪奢極まる買い物をして、大喜び。お気に入りの衣装や靴ができてくると、喜び極まり、第一夜は、 その衣装を着け、靴を履いて寝てしまうという低たらく。全く定石のない人物なのである。万事につけてひどく愛くるしいから。クレオパトラのような、ツンとした情勢は、微塵もないけれども。わがままであり、人の心を侵略しない。 女房の義務など考えていないから亭主へのサービスなどは思ったこともなく従って亭主が何をしても平気の平座という様子これが一馬には物足りない自分一人を特別の男として特別に見てくれる風がないから のれんに腕押しの力負けで、物足りなかったり、不安であったり、無念であったり。それで恨みを述べると、あべこべに立腹されてしまうから、かずま先生、眼色を失い、このところ全く圧倒されて、男一匹、 我が身のつたなさ、だらしなさ、それとなく大能、反逆の色も深い。実際は、綾香夫人に惚れすぎているからのことであるが、こうなると、浮気みたいなものがしてみたいような気持ちになるもので、私は、疎開グレンをひと夏招待、 これはどうも、古蝶夫人が狙いの筋ではないかと思った。彼のような坊っちゃんは、人に好かれるのが嬉しくて、それを知らぬふり、そんな様子をしてみるのが好きなのだ。特に、人の奥さんが亭主よりも、 密かに自分を持ってくれるというようなことを確かめて、それとなくそ知らぬそぶりで、その愛情をもてあそび、いたずらするのが楽しいので。それは趣味上のこと、浮気というようなものではなくて、自ら飛び込んでくどくことなどできやしない。する気もない。 するほど惚れていやしないのだ。そういうたちのカズマが、自分が図らずも、あやか夫人に惚れて、振り回される羽目に立ち至ったから、振り回されるという外部の形式が、感覚的に残念無念で、私には、 彼のそういう心理はよくわかるのである。だから、見知らざる部分を、古町夫人を招待して、ひそかにその愛に甘え、むしろ古町夫人の純愛をもてあそび、虐待し、そんな気持ちがあるので、 本当は彩香さんに惚れているのだ。うっかりすると、取り返しのつかないことになる。私はそんな風に考えた。しかし、いくら坊ちゃんとはいえ、年四十、立派な文学者で、詩人のやること、 魔に見入られても、十字架は自分自身で追い切るべき五人のことで、私がそれを気に病むまでのことはない。私はしかし、私一個の指示として、この正体には応じ得ぬ理由がある。なるほど。 もちづき王人という無法者が乗り込んでいる。そこへ、丹後弓彦という、取りすましたひねくれ者と、内海明という、陽気な背虫が乗り込んで、絡み合い、睨み合い、すね合っていたんじゃ。他にお化けの一連隊でも呼びたくなるのは、 もっともであるが古い腐った蜘蛛の巣みたいなものがねっとり絡み合った男と女を一堂に集めてその陰鬱陰酸なつながり絡み合い思っても深い悪趣味嫌じゃないか そこに私が加わると、なおさらいけない理由があった。私の女房の京子は、カズマの親父の多川多門の妾であった。妾や手掛けの数あるうちで、特別長愛のこもった女で、だから戦争中、 まさか自宅へ入れるわけにはいかないから、当時はカジコ夫人がまだ存命であった。自分の村の一軒を借りて疎開させた。私は京子と恋に落ちて終戦と共に強奪して東京へ引き上げてきたのである。 他門の怒りは凶暴なもので、風の頼りにも一家な余分さまらず、あいにくまた大臣級の政治家で、これから俺の天下と大いに希望のあったところを手もなく追放になる。すっかりイライラ。私がつまり、 そのイライラの分まで、憎まれ役に回っていたようなものである。しかし去年の夏、カジコ夫人が死に、まもなく静江という村の相当の家の娘に目をつけて、無理に小間遣いに、つまり次女、めかけ。 それでご機嫌が治ったそうで、追放後の暇の体を、今では十九の小娘を長愛して、鼻の下を伸ばしているという話であった。木部や孤独と違って、僕がまさか、君の家へ行けるはずがないじゃないか。 ご尊夫のご機嫌がいくらか紛れているにしても僕はそのいくらかでも不快な思いを好んでみたくはないからな僕はともかく京子は身震いするだろうそれはできない相談だねしかしねまあ もうちょっと我慢して聞いてほしい。君にだけは全てを押し明けてお話しするつもりなのだから。僕の精神上の極めて雰囲気的なおとぎ話もあるし、それからいささか通俗的な犯罪実話もある。彼はポケットから一枚の封書を取り出した。 見てごらん、こんないたずらを仕掛けるやつがあるんだ。ごくありふれたレターペーパーに次のように書いてある。おかじさまは誰に殺されたか。すべては 一周期に終わるであろう憎しみも呪いも悲しみも怒りもうまい字じゃないしかし主席を隠して書いた字だろう安物のインクを使い シミがたくさんできている。スタンプによる発信地は近くの町で、東京から行けばその町で汽車を降りることになる。彼の家はさらにそこから七里ほどバスで山道を走らねばならぬ。しかし、 ともかくこの田舎町は、彼の村から最も近い都会であり、村人の買い物は、概ねこの町を利用し、間に合わせる。これはしかし、ハイカラな文章じゃないか。ハイカラ以上に、文学的だな。 この手紙は僕に宛てたもので、犯人を誰とも書いてないけれども、僕に宛てたところを見ると、僕を犯人に当てているのかもしれないね。ご承知の通り、うちの母は2度目の母で、僕の母が死んだ後お嫁に来て、だから年も僕と3つしか違わない。去年8月9日に、 42で死んだのだのしかし僕がこの母を殺す何の理由があるだろうこの母はもともと喘息持ちだった心臓喘息というやつだそれが怖いものだから海老塚というびっこの医者これは落白した桃園の指定だが これに学費を給与して、内科を学ばせ、五年ほど前、村へ住居を与えて、開業させた。山中の無依存で開業するには、内科だけじゃいけないので、外科も耳鼻科も、眼科も、鹿まで一手に兼ねなければならないから、父などは、あまり早く呼び寄せるのには反対で、 前科にわたって一応習得させる時間を与える方が村のためだというのを「いいえ私のために呼ぶ医者ですから」と言って卒業後研究室に1年ぐらいいただけで強制的に呼び寄せた医者の当人が学級肌だからそれが非常に不服であったほどでこっちへ来てから 上辺従順ではあったがそれが合わなかった恩を忘れて不親切だと言って母は医者を怒っていたが逃げられると困るので不満があるのも耐えていたようだ喘息というやつはひどい苦しみ方だから腹ばいに畳をむしる 全く母は畳をむしりながら苦しみ死にを遂げたもので何本注射をしてもダメだった。これは心臓ぜんそくの普通のことで特別どうということはない。しかし苦悶の様相のうちの多分極限のものだろうから。ここへ 例えば毒殺という外からの手段が加えられても見分けはつかない外に出血とか死斑とかそういうことは別として苦悶の様相だけではねしかし出血も死斑も特別なものは何もなく死んでからは安らかな顔で もとより、毒殺などとは、誰一人考えたものもなく、葬ったのだ。そんな噂が、私たちの耳に届いたのは、今年になってからだろう。臨終には、女中から出入りの者まで集まっていたのだから、苦悶の様子を見ている。 山中の暇な村人だから尾ひれがついてそんな話になったのだろうがほっても置けないから海老塚医師に聞きただしたら大きな目玉をむいたけり返事もしなかったあれはそういう人物で分かりきったことには返事をしないたちなのだびっこで そういうフグのひがみから来たような、偏屈なところがあって、おしゃべり嫌いの、人づきの悪い男だ。そのうち、食事に家族が集まってるとき、たまおのやつが、ふいに私に向かって、近頃村じゃ、お兄さんがうちのお母さんを毒殺したんだなんて噂があるそうよ。 と大きな声で言いやがった。無論これは冗談だ。あいつはそういう人の悪いいたずらをしたがるう奴なんだ。人の一番嫌がることをね。あいつと来たな。あいつはおかじお母さんのたった一人の実施のくせに、母親が死んだって悲しむどころか、全く涙一つこぼしはしないんだからな。 叱る人がいなくなって、これで大っぴらに大いに遊べると張り切ったような始末なのだ。しかし、あいつにしたってこと、卑しくも殺人犯だから、そうバカな冗談も言わないので、実は当時、別に犯人は誰それだというまことしやかな風雲があった。 君たちも知っている、ろいという看護婦。あれのことだ。変に色っぽい女だからな。確かに、父と関係はあった。君が、おきょうさんとああなった後は、べして、相当の向上があったことも事実だろう。それで、母を殺して、後釜を狙ったという。 これは、いかにも村の噂に手頃の、心配悲劇的人間関係じゃないか。のそんの噂なんて、みんなこれぐらい月並みのものさ。こんな噂があるから、妹のやつ、安心して、あんなひどい冗談を言いやがった。無論、誰もぞっとなんかシェアしない。 凄みなんか、ないからね。ゲタゲタみんな笑い出した。しかし、僕自身は、やっぱり寝だ目は悪い。もろいこと,じという看護婦は、今は多分、ちょうど、三十前後だろう。大体女、 若い女というものは英雄愛好家だから。戦争ともなれば、ただの娘も看護婦になって従軍するぐらいの夢は見がちのもので。看護婦ならみんな戦地へ志願しそうな鼻息のものだが、この諸いという女は別で、 およそ架空な夢の少ない、冷たい女であった。男の冗談などには取り合いもしない。五尺四寸五分だとか、日本の女に珍しい、伸び伸びして、金星の取れた見事な体格で、顔もまずくはない。 魚食館の餅月王人は、ああいう女はむっつりすけべえと言って、冷たく取りすましているくせに、内心はみだらなものだ。案外うぶなもんで、変に情熱があって、一晩はよろしいものだ。などと大いに働きかけたが、全然手応えがなかった。 戦争になって、看護婦というものが戦地へ借り立てられ、ひどく貴重品になったとき、東京のかかりつけの病院にいたこの看護婦が、戦地へ徴用されちゃ嫌だな、とこぼしていたので、無依存の看護婦という立派な口実に許可を得て連れてきて、 エビ塚院へ置かず、自宅の一室を与えて、昼だけ院へ通わせる。自分の都合もあるけれども、他にも名目があって、この家には、他に二組の病人があった。一つは、ここへ疎開の、 南雲一松という老人が、ここへ来てから、中風で寝ついている。一松の妻女は、おゆらばあさまと呼ばれ、歌川多門の実の妹だ。この人も半病人で、生来の虚弱からヒステリーの君で、 おかじさんとは特別折り合いが悪い。タモンという人は、特に肉親の情熱などはないけれども、世間並みのことなら、何でも鵜呑みに気にかけないたちだから、妹一家が疎開する。よかろう、面倒見てやれ。病気になった。 よかろう、手当てをしてやれ。それだけのことで、大きな家で、金も物資もあり、自分の邪魔になるところは何一つないから、ちっとも気にかけない。そんな人間どもが、気食していることも忘れている。 けれども、女はそうはいかない。べして、おかじさんは五歳で、多門の子供みたいの年で、昔から反目していたから、一緒に住むとうまくいかない。おいらばあさまの子供は、男一人、女四人だが、 男は技術家で外地へ行っており、この戦争に潜水艦で死んだそうだが、女は二人死んで、一人は嫁に行って満鉄にいる。末娘だけが見込んで、一緒に疎開しているのだが、おかじ様の娘の玉尾さんと、この千草さんが、 絢縁ただならず仲が悪い。玉尾さんは美人だが、ちぐささんはもっての他の不美人で、目がやぶにらみで、そばかすだらけ、豚のように太っている。太っているのに神経質で、意地悪でひねくれており、ひがみが強いから、 奔放な玉雄さんの意味のないことまで悪意にとって恨んでいるから玉雄さんは腹に物を貯めておけないたちでガラガラピシャピシャやっつけるこれがまた母親同士の反目の種になるのであるおかじさまは 和歌など物して短歌雑誌に投稿している人だから、おっとり奥様前としているけれども、病的に潔癖な神経があって、嫌い出すと、百倍嫌いになるようだった。もう一人の病人は、かよこさん。 これが大いに問題の人だ。この人の母親は死んでいる。おじいさん、おばあさんは、歌川家の飼い殺しの下男と女中頭で、気作じいさん、おでんばあさん、どちらも人のよい、いつもニコニコ。 大変感じの良い飯使いだ。かゆこさんは言うまでもなく、この二人の老人の孫だけれども、実は多ンのお年ねで、女中の母親が身ごもり、産み落とした娘だ。だから、飯使いの部屋の一つにいるけれども、 女中の手伝いをするわけでもなく、服装なども、カビではないが、小ざっぱりした都会風のものをあてがわれている。この娘が、まことに美しい。清楚、純潔透き通るようにさえ澄んだ美しさだ。 けれども、十七の年から肺病で、女学校の四年の時、寄宿舎で発病して、一時入院したが、退院後は、女中部屋の一室で、寝たり起きたり、大外読書をしている。玉尾さんよりも二つ年上、 玉尾さんが二十二なら、かよこさん二十四。ちぐささんは、その二つ年上で、二十六になっているだろう。この隠し子の存在には、おかじ様も相当反問した容姿であるが、自分の結婚前ということが、 ともかく納得の手ずるではあったらしい。私はよく知らないが、母親の女中さんは、おかじ様が来てから、首をくくって死んだとか、そういうことがあって、おかじ様のかよこさんへの呪いは、下火になったのだそうだ。 この病気には食べ物が大切だからと特別の滋養物なども心がけてやり服装なども人前へ出て恥ずかしくないものを心がけるというふうで脆い看護婦にもおかゆには気をつけてと言い含めたそうだだから かよこさんに微熱があると、看護婦を病院へやらず、付き添わせる。南雲市松じいさんや、おいらばあさまが相当の偏調でも、いいから病院へ行ってきなさい。忙しいでしょう。という、もろい看護婦がまた、冷たい女で。 俗な情愛の希薄な人だから、愚痴っぽく、メソメソとヒステリーじみた南雲一族が嫌いで、よく面倒を見てやらない。その呪いがおかじ様に集まり、疑っていたわけだ。おかじ様は帰得の時、死の直前の、 もはや、畳をむしる苦悶の力すらも衰えかけたとき、みんないるそう聞いた。そして、それらの言葉は、ほとんどよく聞き取ることが不可能だったが、なぐも一家のものはあっちへ行ってくれ。 という意味のことを言ったようであった。しかし、それは明確に聞き取ることができなかったので、おかじさまの枕元に一番近く座っていた玉尾さんも、実際はどう言ったのか、わかりゃしないわ、と言っているそうである。 この脅迫状は全く馬鹿げたものさこっちは身に覚えがないことだから手紙の文句の方は僕は気にかけていない村の疎開者かなんか暇でひねくれた奴のいたずらだろうよ僕が君を頼りにしているのはこれは僕のあまりひどいわがままだけれども 君よりも実のところはどうしてもお経さんが必要なんで酒の酔いも冷めたように彼の顔色は青ざめてきた余分の注釈はよしにして いきなり言ってしまうが、僕は昔から、加代子を熱愛していた。しかし、ともかく兄と妹なんだから。僕は、式場的なものを、極めて精神的に変形し、いたわり、聖母を警護するような、そんなふうな、 優しい心を持っていたのだ。困ったことに、かよ子の方が、僕以上に、僕を愛していたんだね。その上に、君、あれぐらい毎日何かしら読書しているくせに、 非常識な話だけれども、兄の僕を恋人として愛している。兄と妹は恋をしちゃいけないのだと言って聞かせても、どうして世間の人がそうだって、どうして私たちがそうでなければならないの 向こう水だよ世間なんかもう眼中に入れたくないのだねそれが処女の木一本の情熱で思い消しているのだから僕は撃たれた死んでもいいと思った 崇高そのものですよ君は信じられないかねこれ以上の崇高はないですよ何と言ったって君佳代子は世間を捨てているんだからな罪を知らないのじゃないのだ 佳代子は聡明そのものだ何でも知っている神のように知っている見抜いているのだ自分の宿命だって見抜いているさ僕はフラフラしたねえ そううだろうもし神様に優しく抱かれて悪事をささやかれたら一体人はどうなると思う僕はしかし危ういところで思いとどまった体に触れてはならぬ たとえ死んでも僕は神様を犯せないいやしかし犯さずにはいられそうもない気がする加代子は僕の手を握りしめた 僕たちは接吻した冷たい悲しい接吻だったが二人はまるで水のようにただ一つのものであったということができる数言そのものであった 悲痛そのものだったよカエコは言うのだ結婚しよう神様は必ず許してくれるそして死にましょう 僕はしかし死ねない僕はそんなに単純じゃない僕は悪党なんだカズマの言葉はけい的な叫びになった。 しかし僕が、生来のあちゃらかボーイで、一向感動しないから、だんだん動物園の猛獣みたいにおとなしくなって。僕はしかし、実際悪党だから。それはわかっている。 君ぐらいの歳になりゃ、誰だって悪党だ。彩香夫人にも続婚参りすぎている。胡蝶さんにだって、時には口説いても見たいだろうしさ。かや子さんは、君以外の男は、眼中にありゃしないからな。しかし、 そりゃ、崇高でも何でもなく、案外、謹慎相関でもなく。みんな、君自身が幻覚している雰囲気で、根は処女の魅力、魔力、それだけじゃないかな。根を突き止めると、実は案外薄っぺらなものさ。怒ったかね そうじゃないか。君は実際は、早く夫人の非所女性に圧倒され、徹底的に幸福状態にあるんで、ちっとは無本気も出したいからな。兄と妹、恋愛、大いによろしい。多少は無本気も出したがいいさ。 発散すりゃ、それでいいんだ。しかし、実のところ、本当にやっちゃったのかと思って、話の途中じゃ、ちょっと、ヒヤヒヤしたね。そんな風に言ってくれると、僕も救われるがね。君の言葉が当たっているとは思わないが。 理屈はよそ理屈は僕一人だけ信じてりゃいいんだ君からそうやっていたわってもらえれば僕としては本望なんだからなそれで君にお願いというのは佳代子には友達というものが一人もないたった一人 おきょうさんのほかにはかえこは毎日おきょうさんを思い出して懐かしんでいるのだよ病気に悪いことを知りながら一里の山道を歩いてよくおきょうさんのところへ遊びに行ったものだからな叱られてもまた行く 熱を出して寝ついても、起きられるようになると、また出かける。脱出して、出かけるのだからな。僕はあの頃、お京さんがかや子を殺す妖婆に見えて、憎んだものだよ。だから君、 おきょうさんに来てもらって、か代この気持ちをなだめてもらえぬものだろうか。そういう役割を果たし得る人といったら、おきょうさんの他には、金輪際ないのだから。僕がいかにも育児がなくて、申しにくいのだけれども、僕のことをもう諦めて、 他に心を紛らすように仕向けてもらいたいのだもちろん僕自身からもそう仕向けるしかし僕の全力で足りそうもないからお京さんに助立を頼むのだ困った役目だ元より 私の一存で返事のできることじゃない。戻って京子に行ったら、まっぴらごめんだという。恋の病は草津の湯でもというから、誰のさじ加減でもダメ。当事者に任せ、成り行きに任せることだ。 かや子さんが自殺でもすりゃ、こっちの寝覚めが悪いばかりだ。それに、京子の立場としては、あの山荘へ再び顔を出したくないのは、当然だった。京子の決意が、石のごとくであるから、かずまも諦め、 三日の後に木兵衛と孤独の両夫妻を堂々して山へ帰った「2, <music> 2意外なやつばかり」。 七月十日の朝であったが、カズマから次のような手紙が届いた。七月十五日にツーリストビルオから切符を届けさせるから、その日の終列車で来てくれ。ぜひとも頼む。なお、三枚の切符のうち、 一枚は小瀬博士のものだから、口説き落として、無理無体にでも堂々頼む。参拝休拝。恐るべき犯罪が行われようとしている。多くの人々の血が。君と小瀬博士だけが頼みだ。 そして、おきょうさん、おきょうさん、たのみます。まってます。くらいちのうみがみえる。十五日の午後。 実際にツーリストビオの使いの人が3枚の切符を持ってきて N 町行きの終列車は23時35分だから N 町へ翌朝7時ごろ着きバスの始発に連絡することができるというカズマはツーリストビオの食卓なのである 宣伝文化の企画に参与するのだそうだカズマは時々木一本に思い込んですごむから私はどうも付き合いにくい私はしかし至って付き合いのいい方だから何かというとほだされて どうもいけないたちである京子ははじめ嫌がったけれども文面がすごすぎるそれよりも女は要するにすみれ詩人で崇高なる近親相関そういうところに所詮ほろりとしているのだ じゃあ思い切って行きます。というので、文面の示すところに従い、個性博士を訪れた。個性博士と言っても、実際は博士でも何でもない。それどころか、私やカズマに比べると、十一も若年の、 まだ二十九という若造なのである。彼は十七の時、まだ中学生であったが、私のところへ分子になりたいと称して、弟子入りにやってきた。僕みたい駆け出しの若造に弟子入りしたって、しようがない。大化のところへ行きなさい。 と言ったら、若い者は若い者同士でさ、と変なことを言いやがった。しかし、まもなく彼は探偵に凝り出して、しかし大学では美学という洒落たものを勉強したが、これはつまり、奴が不勉強で、 他の科へ入学不可能な宿命を自覚したからの結果なのであるしかし彼の探偵の才能は驚異的なものだったまさしく天才である我々は嫌というほど実例を見せられ 全くどうも、奴の観察の確実さ、人間心理のニュアンスを微細に突き止め、嗅ぎ分けること、恐ろしい時がある。彼にかかると、犯罪をめぐる人間心理が、はっきり紛れもない姿をとって、描き出されてしまう。 すべてがはっきり割り切られて、計算されて、答えが出てくるのだが、それがどういう算式によるのか、変幻時代、奴の用いる公式が、我々には飲み込めない。我々文学者にとっては、人間は不可欠なもの。 人間の心理の迷路は永遠に無限の削達に終わるべきものでだから文学もあり得るのだが奴にとっての人間の心は常にはっきり割り切られるそれくらい人間がわかりながら君はまた どうしてああも小説が下手くそなんだろうな。と、冷やかしてやると。あははは。小説が下手くそだから、犯罪がわかるんでさ。こいつは、シャレやご謙遜ではないだろう。この言葉もまた、真理を射抜いた卓説で、 彼の人間観察は犯罪心理という低い線で停止してその線から先の無限の迷路へさまようことがないように組み立てられているらしいそういうことが天才なのであるだからやつは文学は書けない文学には 人間観察の一定の限界線はないから、奴は探偵の天才だが、全然文学の恩知なのである。しかし、我々は彼の探偵手腕を絶対的に認めるから、この不勉強の怠け者を、あえて博士と尊称することにしているが、 しかしやつめは、肩の凝る学問は知らない代わりに、くだらぬものなら、講釈本、落語全集などの高級品から、下は Y 本、映画だし相撲の番付、そういうものは徹夜で単独するから、くだらぬものなら、 何でも知らぬというものがない私が出かけて行って手紙を見せて応援を頼むと「そうですか秘書はいいな料理も食えるし酒も飲めるかしかし今晩はダメですよ。 なつらいな開き直られちゃちょっとお耳を拝借あいびきわかりましたかはかせもまた叱るれかどうせ相手はパンパンだろ。<laughs> やいちゃやぼです先生。明日の夜行で行きます。一足を先に。あの子も連れて行きたいな。連れてきたまえ。遠慮なく。ダメダメ。神聖なる少女は、古老の中へ連れて行くわけにいかないです。<laughs> 博士は少女趣味かい。 やれ,やれ俺はトンマの趣味のやつに疲れているんだ私は 手紙の指定通り出発した。記者はこの節としては大名旅行で、腰掛けることができず、眠ることができず、便所へ行くことができない程度の穏やかな旅行であった。N 町へ降りると、 思いがけない人物が乗り合わせていたのだ私は呼びかけられて驚いたが神山東洋とその奥さんの木園さんだ神山夫妻は戦争中 ちょっとばかり山へ顔を見せたことがあるが、弁護士で八九年前まで歌川多聞の秘書をやっていた男だ。木園は元は新橋の芸者で、引かされて多聞の妾であったが、東洋と密通し、 その頃から秘書を辞めたが、時々、訪ねてくるのだそうだ。弁護士という頭脳的な商売どころか、暴力団のような、見るからがっしり、腕っぷしの強そうな大男で、宇多川家ではみんなに毛嫌いされて、 出てゆけがしに扱われ、どっちを向いても、女中にまで渋い顔を見せつけられ、誰に話しかけても、誰も返事もしないのである。これはおきょうさんも、そうそう。 先生とご結婚の良し、承っていましたよ。先生も見かけによらない。そうなんだなぁ、分子なんて。おとなしそうで、やっぱりその道はもさぞ揃いなんだなぁ。恐れ入りました。今後、よろしくご指南願いますよ。 私は返事もしなかったが八代先生も歌川さんでしょお供い,いたしましょうあなたも歌川さんですかああ何ですか招待状が参りましたもんでね珍しいことがあるものですよ しかしバスに乗り込むと、私は呆れ返って、うんざりした。嫌な奴、思いがけない奴にばかり出っくわす。土井孝一が乗っている。いやあ、彼は当たり前というように、 頭をガクンと挨拶したが前へ下げずに後ろへ上げるのだから人をバカにしたやつだいやあ君はどこへ行くのだいどこへ行くってこんな足立ヶ原に毛の生えたようなところへ来てどこへ行きようもないじゃないか 歌川一馬の家へ行くに決まってるさ君はそうじゃないのかこいつがしかし何の用で行くのだろう君は何か用があるのかハッ <laughs> バカにするなあんなヘッポコ詩人に何の用があるものか 身受けの金はちゃんともらってしまったからとっくに飲み干してしまったけれども後をねだるほど冷落はしないよ。やつがぜひともご高麗ひと夏をお過ごしくだされ酒も料理もあると言うから変なことを言ってくるはあきらたおっちょこちょいだと思ったが酒があるなら付き合ってもよろしかろうじゃないか。 彼は京子を見てふんと笑ってあなたがお京さんか。なるほど美人だ。いらっぽいなあ。祝徳熱くまた浮気心もふかしか。いい色気だな残念だ。二足見足を遅れたわい。 俺が戦争中この村へ疎開してりゃ、お京さんは俺が抱いてあげたんだがな。しかし、お揃いで堂々と歌川家へ乗り込むなんざ、八代文士もご心臓じゃないか。君の小説は子供っぽくて読めないがな。一体カズマは何を考え 何を企んでいるのだろうか。私は彼の手紙からは主としてナンセンスを感じただけだが、今や私もひどく不安になってきた。何かが起こる。少なくとも何かが企まれていることは、 もはや確実と見てよかったバスを降りると若い下男が荷物を運びに待っていたまだここから一里近く山の小道を登ったり下ったり 疲れた時には、やりきれない道中である。ようやく多川家の近く、珍珠様の下へ差し掛かった時、木陰から二人の女が、私たちの方へ歩いてきた。綾香さんと、宇津木秋子であった。 私たちを迎えに来た様子であった。しかし、綾香夫人は私たちに近づくと、棒のように直立してしまった。何が何だか、訳がわからないという顔で、自分の目を疑るような風であったが、それを見ると、 土井宏一の方が先に声をかけた「よう大富豪礼夫人お出迎えご苦労」「どれ小田賃に俺が久々に可愛がってあげるかな」彼はつかつかと綾香さんの方へ歩いていった。 それは全く抱きしめ、接分ぐらいしようという規制であった。何しに来たのあなたは。綾香さんはじりじり薄着さんの後ろへ身を隠すように退いたが、幸一はそんなことはいともせず。 なんなら二人の女を一緒にまとめて抱いてしまうぐらいの調子で。やあ、こんにちは。あんたは、どなたえ、宇津木明子さん。ああ、高名な女流作家。お見それしました。まだ若いんだな。 これは美しい。いずれゆっくりご挨拶します。昔のいろんなが、ましかねていますからね。幸一は、彩ヤさんの腕をつかんだ。彩ヤさんは、激しく振り払って、五六歩逃げて。クくとろくでなし。お前なんかの来るところじゃない。帰りなさい。 ねえ誰か私たちの方をうろうろ見たがまた光一がシャニムにつかみかかろうとするので言葉を続けるいとまもなく眼色を失って逃げ出したその後ろ姿に目もくれず 孝一はハンケチを出して、額の汗を拭いて、愛しい人に出っ食わすと、女の子は取りのぼせるよ。どうして女というやつは、待ち焦がれた人に、待ち焦がれたと言えないのかなねえ、薄木さん。日本の女は色ごとの訓練が足りないからね。そうでしょう。 宇多川家へ着くと、来客諸行は滝壺へ水浴びに出かけたよして、一馬とセムシの内海だけが私たちの到着を待っていた。私は喋る力もない。一風呂浴びると、ビールとサンドイッチの中食を取り、 目がトロトロ開かなくなって、部屋へ寝床を敷いてもらって寝込んでしまった。都会の暑熱にあえぐみに、山の冷気は快適で、私が目を覚ました時は、もう、黄昏れていた。 私の期待に一つ足りないものがあった。まだ日暮らしが泣かないのだ。月末には泣き出すだろう。顔を洗っていると女中が迎えに来た。 そこへ京子も迎えに来てようやくお目覚めもう皆さんお酒召し上がってるわ、はあ、まったくぐっすり眠ったものだな私は大きなあくびをして海下へ降りた 3. 招かれざる客私は望月王人が大の嫌いであったもっとも 分断で望月王人が好きだというものはめったにない。歳筆を鼻にかけて人を人とも思わない。礼儀作法をわきまえず人の面前で夫人に接吻はおろか暴行強姦もやりかねないやつで。 だから未だに独身で、天下の女は、みんな俺の女のようなものだと嘘吹いている。けれども、彼はジャーナリストに人望がある。それは、奴が兼ねっぱなれが良いことと、ジャーナリズムは、 思想性よりも、出力で評価するから、彼の歳出に幻惑される。それに、ジャーナリズムは、事物を歴史的性格で判断せず、現実の現象性で判断するから、彼が第一級の流行作家であることから、 彼の傲慢は当然と受け入れ、かえって自信があるとか、あれだけ信念がなきゃ芸術はできないなどと、逆に彼の傲慢が美徳のごとくに評価される始末。公職癖などは、むしろそれが天才の証拠のように、 さすがに一般と神経が違うなどと、もてはやされるありさまであった。私はしかし、これは見物だと思った。それは、土井光一が一座に加わってきたからで、文壇と画壇の花つまみの野獣を、 角の突き合わせる。なるほど。こいつは思考である。カズマにしては大出来の思考で、私はうかつ。いつも奴らに腹を立てさせられているばかりで、彼らを酒の魚にすることは、ついぞ気がつかなかったのである。 ところが、期待を裏切られた。奴らはやっぱり、海船山船のしたたか者で、育つのようでも、与も物人儀の神経は発達していて、全然、角付き合わないのである。やい。 ピカイチ、お前は酒を飲まないのか王人が言ったが、光一はニヤニヤしている。彼はあんまり酒を飲まない。まったく、奴のように、酔っ払わなくとも、 人前で平気の平座で女を抱いたり、口説いたりする奴は、酒の必要はないのだろう。酒によっては眠気を催し、腕が鈍るというようなものかもしれぬ。王人と来ては、酔っても酔わなくても女を口説き立て、 酒をガブガブ浴びるがごとくにあおり立てる突然光一が立ち上がって胡蝶さんの前へ行ったいきなり手を掴んで踊りましょう胡蝶さん金ね,ね舞台では肺がんの上によくして 人知れず思いを焦がしていたけど、あなたはレーガン・レイスというんだな。シャルマント、デリカ、それにオールグイ・ユースというところがあってね。この悪徳が私は好きなんだ。いざ、踊りましょう。胡蝶さんは静かに手を引っ込めて、冷たく、 嫌です王神がゲタゲタ笑い出した <laughs> ピカイチよろしい <laughs> <laughs> その類王朝的三流娼婦を 第一番に口説いたところに、お前の朝からざる素養が伺われる。お前もしかし、フランス仕込みにしちゃ、体制の額に通じないな。勝負というものは、人前で口説いちゃダメなんだ。勝負は、淑女のごとく見せたがるから。 全く悲願だうぬぼれさ人前で口説くのは娼婦のイミテーションが最もよろしいすなわち覚のごとし彼は立って玉夫さんの手を引っ張り上げて踊りかけて。 すぐ抱きかかえてソファーへドカンと腰を下ろして接吻した玉雄さんは平気であった存分接吻して顔を上げて「どうピカイチさん明日の晩はあなたにこうしてあげるわねその時震えちゃダメですよ」 私は震える男は嫌いなのよ。ねえ丹後さん、丹後を踊りましょう。丹後は首を振った。しかし、首を振りかけたとき、マオさんは目もくれず、もう内う海の方へ歩いていたから、取りすまして首を振る丹後の首が、 おもちゃの人形みたいであったさあ内海さんあなただってたまにはフットライトを浴びなきゃいけないわ片隅に引っ込んで意識せずに堂々と圧倒しちゃうのよ内海は人のいい微笑を浮かべて僕がフットライトを浴びるのはノートルダムの主演の時だけさ は共演を頼むぜあらそう素晴らしいことねこの夏ここでやりましょうよひとみさ手ごろに脚本書いてちょうだいよろしい俺が舞台奏者をやる村の衆に興行して百姓どもの信玄を巻き上げてやる ピカイチの舞台装置じゃ、百姓のお客は逃げ出すさ。芝居なんざよ、菅井。これだけ女優が揃っているから、エロダンス。他に何があるものか。ざっとこの通り。王人は いきなり玉を抱きかかえてひったくるようにツーピースを脱がせたシュミーズ一つで王人の腕から転がり出た玉緒はびくともしなかった茶化すような顔でもなかった黙って王人を見て平然とシュミーズを脱いだ ズロース一つであるもういいのもう一つカズマがイライラ妹の腕を掴んでお前はもう引っ込みなさいどうせついでだ手数があぶけてちょうどよい王子が玉尾を抱き上げるとおいよせ 悪度いぞ。兄さん、怒るな。まさか鬼でも、可愛い,い子を人前で本当に裸にするものか。しかし、手数が省けてちょうどついでだから、ちょっと借りていくぜ。 芝居の方は終わったんだよ。これからは、恋愛という指示に属する演劇だから、見物人はお断りだ。抱きかかえて、どっこいっしょ。はい、ごめん。 自分の寝室へ立ち去ってしまった。五分、十分、二人は戻って来なかった。都会のどこかに、インチキバー、インチキキャバレはあるかもしれぬが、こんなことは、そこでもめったに見られやしなかろう。 さすがのピカイチ先生もあきれた様子ではてさて聞きしに勝る豪華さ歌川家はしかし優秀な勝負とだなフランシュクンダをうろうろしないで俺も若年から登山の趣味を養うところだったよ 私のお相手は今晩はどなたですか京州作家生徒詩人いかが宇津木さんは作り笑いをしてええいずれよろしく今晩は先約がありますからご主人の三宅木兵衛の腕を取って じゃあ、お先にはあ、そう、さあさあ。ピカイチはひょいっと立って、どんどん先に立って歩いて 広間から廊下へ続く扉を開けて、ホテルの防衛宮殿の寺社の要領で、糸陰銀に神戸を垂れて、お通りを見送る。それをきっかけに、みんなそれぞれ寝室へ引き取った。私たちが寝室へ引き取ると、すぐ後ろから、 カズマが来たイライラして実際君集態だどうしてくれたら胸が収まるのだろう絞め殺してやりたい私も慰める言葉がなかった 君とゆっくり話を交わす暇がなくってね。これはしかし、一体、どうしたことだろう。僕には訳がわからない。君は、ツーリストビルの切符を受け取ってきたのだろうね。そうさ。僕のお手紙は、届いたね。無論見たよ。 さあもなきゃ気やしないさ個性博士は一緒に来れなかったけど今夜たつから明日来るはずだ個性博士なんだい個性博士がどうしたんだ 誰かそんなことを言ってきたのかい訳がわからないな君の手紙に「古瀬博士を連れてきてくれ」と書いてあるからさ僕の手紙に彼はあっけに取られて私を見つめたそんなこと書きやしない 僕は、君たちを二人だけ来てくれと書いたはずだ。いや、わかる。からくりはわかっているのだ。君に宛てた手紙だけじゃないんだからな。聞いてくれ。実に、何たることだ。どいつが一体、僕はもう怒り狂っているのだ。しかし、 全く何者のいたずらだろう。僕は君、神山東洋夫妻だの。まして、土井光一に、あいつらに招待状を発するはずがないじゃないか。しかも奴らは、招待状を受け取っている。おまけにちゃんと、君と同様、ツーリスト寮の使いの者が切符を届けているのだからな。僕は確かに、 ツーリストビデオに切符を届けるように手配の手紙を出してはいる。しかし、それは君たちご夫婦二人だけだ。個性博士だって、頼みはしない。今度は私があっけに取られる番であった。私は彼の手紙を全然疑っていなかった。 確かに見慣れた彼の筆跡だったのだ。私はしかし、幸い、小瀬博士を訪ねたとき、彼に見せるためにポケットに入れた手紙を、そのまま持ってここへ来ていた。私はそれを取り出して見せた。 彼はそれを睨んでいたが「僕の手紙をいっぺん開封したやつが書き直して送ったのだ。なぜなら僕の文章がそのまま扱ってあるから。いいかね ?7 月15日にツーリストビローから切符を届けさせるから。 その日の終列車で来てくれ。ぜひとも頼む。二重鍵括弧。なお、三枚の切符のうち、一枚は小瀬博士のものだから、二重鍵括弧閉じる。丸括弧、お経さんを。丸括弧閉じる。口説き落として、無理無体にでも、 堂々頼む。参拝九杯。二重鍵括弧。恐るべき犯罪が行われようとしている。多くの人々の血が、二重鍵括弧閉じる。君。二重鍵括弧。と、個性博士。二重鍵括弧閉じる。だけが頼みだ。 そして、お経さんお経さん頼みます」「待ってます」「暗い血の海が見える」つまりね二重鍵ぎかっこ印の部分が誰かの書き足したところで丸るかっこの部分が省かれているのだ。 恐るべき犯罪だなんてそんなものがどこにもありゃしないじゃないか最後の結びの暗い血の海が見えるこれは確かに僕の文章だあの時僕は兄と妹の罪の血の暗い幻想に悩まされていたからさしかし正直のところ誇張なんだよ 君たちが来てくれないと困るからべしてお京さんの順調に訴えるために文学者の文章上の誇りを捨ててお京さんお京さん暗い血の海が見える浅ましい文章を書いたんだお京さん許してくださいしかしどうもこれを書き換えて送ったやつは 何を企んでいるのだろうもしかすると本当に犯罪があるんじゃないかねまったくさ僕だって君今なら人が殺したいよどいつもこいつも畜生息の根を止めてやりたい誰だって君 今このうちに住んでいりゃ人の二三人殺さずにいられるものかしかし筆跡は確かに彼のものだしかしよく見ると念入りに筆をまねた形跡も伺かがわれた この紙はうちの養線さどこに置いてあるのでさっきの広間の隅のデスクにこれとインクとペンはいつも備え付けてある無論封筒も置いてある手紙は誰が投函したのだ君たちの疎開中は郵便局に人手がなかったし 自局が自局でこっちから投かに一里も歩いたものだけど今じゃ向こうから取りに来る昔からの習慣なんだもっとも郵便を配達に来てついでに持って帰るのだうちへ届ける郵便物のない時だけやっぱり配達の時間にわざわざ取りに来てくれるのだうちから出す郵便物は 玄関に霧の箱が置いてあって手紙を出す者が勝手に自分で投げ込んでおくのだ。だから手紙をすり替えるチャンスは誰にでもある。まあ、いいさ。幸い。 明日、小瀬博士が来るから、あつらえ向きじゃないか。もっとも、手紙の犯人が自分で指名しているのだからな。なぜ小瀬博士を呼びやがったかな。この犯人め、小瀬博士を舐めているなら、大失敗だよ。あいつは全く、 その道では天才なんだから。つまり、中途半端な頭なんだよ。犯人を探すに手頃で、それ以上はダメ。そして、それ以上へ行かない組織になってるところが、おそらく、異例の才能なんだな。じゃあ、 また明日。そうした前、我々が犯罪をつきまわしたって、迷路を彷徨い、やたらに犯人を製造するばかりさ。まったくもって、小説家にとっちゃ、犯人ならぬ人間はあり得ないから、考えてみたって、全然無駄だ。 カズマは自室へ戻っていったどの部屋からももう物音がなくなっているなんだか気味が悪いわ私恐ろしくなってきたわ。本当に何か恐ろしいことが起こるんじゃないかしら どんな恐ろしいことがどんなって分かりやしないけどでも何か本当に起こりそうじゃないの <laughs> そうかな娼婦宿の犯罪事件かピカイチめ娼婦宿とはしかし 全くひどい話さ。私、今日、カエコさんとお話ししたのよ。まだ、ほんのご挨拶程度のお話だけですけれどね。多分、予想以上だわ。本当に兄さんを思い詰めてる様子よ。罪は人間が作ったものですって。人間が、勝手にこしらえた観念ですって。 自然のままの人間にどこにも罪なんかあるはずがないんだってねそんなことを私におっしゃったわ恥があるから罪もあるんだろうあなたのへりくつなんか佳エコさんの悩みの垢みたいなものよわかったわかった 諸城の悩みは深淵そのものだ。さあ、寝よう。しかし、寝られるかな私は昼寝しすぎたのだ。けれども、眠くなってきた。その時廊下を、私の知らない何か、 フランス語のシャンソンらしいものを歌って、玉尾さんが通り過ぎた。階段へかかると、だんだん大声に、そして、バタバタ駆け降りていった。やれやれ、玉与太夫のご機関か。時計を見たら、 十一時十五分。私は電灯を消した。四、第一の殺人。 翌朝、七月十七日、午前六時半。私たちは散歩に出た。三輪山といって、人里離れた山中に祠があり、三輪神社と称し、奈良町頃からの由緒ある氏神の吉だが、 名残を留めているのは大木の密林ばかり。祠はおもちゃのように小さい。この三輪山中、ブナの密林に囲まれて周囲山頂ぐらいの池があり、水の色の緑の深さ、ただならぬ 妖怪じみた色をしており主でも住むというつらだまし庭の神様に結びついた伝説があって水の枯れることがないそうだこの辺の風景は色彩の激しさと孤独の深さ 胸に染みる静寂を宿して、私にとっては、この村の最も大きな魅力であった。この辺を一回りして、七時半の朝食に間に合うように戻ってきて、裏門をくぐって、酒蔵に沿って表門へ回ろうとすると、 猿股一つのエビ塚い師が、裏庭の清水の流れに体を拭いて、体操している。やあ、昨べはお泊まりでしたか。と言葉をかけると、じろりと見ただけで、返事をしない。まったく変人で、ひねくれている。 小児麻痺からのビッコで裸になると両足の細さの相違がはっきりわかる。まるで我々全体に敵意を抱いているような様子で我々が話しかけても返事もろくにしやしないがそのくせ 山荘に文人連が止まって以来、毎晩が遊びに来て、主席の隅に息を殺しているのだそうで、まるで怒った顔つきだが、ご当人は、それで結構、楽しいのかもしれない。 広間へ行くと、みんな揃っていて、食事の支度ができたというから、食堂へ入る。海老塚絵師が遅れてきた。続いて、宇津木紀子が、朦朧たる体で現れて。なんだか、頭が痛むわ。 ご飯が欲しくないのだけれども、皆さんお集まりの決まった時間って、なんだか寝ていられなくなるのね。夕べ、徹夜なさったのと、校長さん。いいえ。眠れすぎちゃって、未だに眠いのよ。山の中は眠いのかしら。普段生活が不規則だから。 たまに規則的な生活すると健全みたいで変に頼もしくなるのだけれど悪徳高き宿女は善行を愛するものでその類ですなとピカイチが大声で言うお水だけいただくわご病気じゃないのと 香さん。うん無限退職の私が食欲がなきゃ病気かもしれないわねつわりじゃないですかとピカイチ蛭塚さんに見ていただくがいいさとカズマが昔の女房をいたわる 今のご亭主の木兵衛はむっつり不機嫌だがいずれ彼らは別れるのだろうあらあら本当に病気にされちゃう嫌だわ知恵熱というのさ宇津木さん近頃知恵盛りじゃないか初行くために ご活発で荒らせられる。と、セムシ,シジ人の内海が冷やかす。ケダシア,アキコ女子、終戦後は女流文史の最大流行りっ子で、あられもなく、書きまくっていらせられるからである。人生楽しい。 別れも楽しい。薄木さんぐらい五流星の時は神様の御鉢も食欲不振ぐらいが限度でね。神様も力及ばずさ。薄木さん天才になるんじゃないのかな。と丹後弓彦。 皮肉の針をチクリと刺す。ははは。悪徳高き淑女の食欲不振は気にかかるな。何かの方が不振じゃ、なさすぎるからだろうな。ピカイチの言葉はいつも汚らしい。食事の終わる頃になって、 玉尾さんがやってきたあらもうみなさんコーヒーなの寝過ごしちゃったとても眠い当たり前さあなたが眠いのはねまたピカイチがまず口を入れる。 何も食べたくない。王人さん、まだ寝てるのね。王人だけが、まだ顔を見せていなかった。ピカイチは総合を崩して、それそれ、やっぱり男の方が余計眠らなきゃならねえのか。王人ほどのご体格でも。 ごは薄木さんの小説だよ絵の方じゃそんなえげつないことは題材にならないから絵はノーブルなもんだ文学は汚らしいなこしてこよう玉雄さんは平然と言い捨てて シャンソンを歌いながら階段を駆け上って去ったが間もなく音もなく戻ってきた真っ青だった。 目が焦点を失っているちょっと喋ることができない様子であった「王仁さんが死んでる カズマがビックと顔を上げて「何?」「ジ人さん殺されてる」「空いている椅子の一つへふらふら腰を下ろして化石のように放心した」「カズマがのろのろ立ち上がって」 しきりに人々を見回しながら、すんぺい、君だけ、と私に呼びかけて、皆さん、待っててください。私が見てきます。すんぺいだけ、一緒に。それから、海老塚さん。一座は、 全く無言であった私と海老塚医師が立ち上がったそして私たち三人だけがしわぶきもない沈黙の部屋から歩き出たのであるまさしく 王人は殺されていた一死もまとわぬ裸体であった心臓をひときにやられているその担当が彼の体をピンで止めているように突き刺したままだ不思議に血がほとんど見られない こいつが人を殺さずに人に殺されるなどとは嘘のような話でまるで現実の事件の中にいるような気がしなかった誰が殺したってこんなやつ私は全く とぎみがいいと思う心が強いだけであんまり何でもなく死んでいるのでかえって生きてるんじゃないか何か騙されてるように不安であった蛇塚医師は脈を取りまぶたをひっくり返したりしてとっくに死んでます 自業自得さ。そういう言葉が、自然に私の口をついて出てきた。カズマは、黙って行視していたが、ようやく我に帰った様子で。じゃあ、ともかく、この部屋を出よう。このままにしておこう。 仕方がない。警察へ内密に、ごまかすこともできないのか。我々が廊下へ出る。その時気がついて腕時計を見ると、8時22分であった。 村の駐在へ電話をかけるそれから食堂へ戻って沈黙の一座が言葉を促しているのにカズマも海老塚も喋らないから私が「王人は死んでます殺されています」 はっきり多殺かわかるのかとピカイチはっきり多殺王人は君と同じぐらいの怪物かもしれないが自分の心臓へ担当をぶち込むゲートは多分できないだろうな私はその時 アキコさんの表情が大きく動いたのを見逃さなかったびっくりしたのだろうか何を私の視線が注がれているのを見て急に厳しく私を見つめたがしかしそれを私以外に観察していた もう一人の人物があった。玉尾さんだ。急にア子さんを刺して、ヒステリックに叫んだ。犯人はわかっています。女流作家、宇津木ア子先生。やっぱり偉いのね。人殺しぐらいできるんだから。 玉尾さんは立ち上がって、手品の種明かしをするように、握りしめていた小さな何者かを、指先につまんで、人々に示した。このライター、宇津木先生ご愛用のダンヒルでしょう。う。宇津木先生以外に、ダンヒル越し用のハンサムボーイはいないから。 王子さんの枕元のデスクにあったのです。デスクの灰皿には、口紅のついたシガレットの吸い差しもあります。私がゆうべあの部屋を立ち去るまでは、こんなものはなかったのです。戦火の終わり。玉尾さんはライターを食卓の上へ投げ転がして、 あくびでもするように、椅子にめり込んだ。あきこさんは、宣告を受けた罪人のような顔だった。そして、力尽きたように顔を伏せたが、やがて、ビリビリ震える顔を上げて、私が殺したなんて。 嘘ですわ、担当なんてそんな私は知りませんいやしましょう犯人だなんてそれは確かに誰かが殺したんでしょうけど誰だってあいつを殺したい気持ちなら同じように持ち合わせているだけのことさ尊敬すべき代表選手に 犯人といいう証拠は当たらないや犯人探しに内輪揉もめをするよりも無罪嘆願書の相談でもするのが我々の偽らざる心でしょう私がそう言うと海老塚が「百鬼夜行当たり前だ」そうつぶやいて 立ち上がった。私は彼と並んでいたから、私の耳には、そのつぶやきが聞こえた。彼が立ち上がって去ろうとするから、海老塚さん、調べが済むまで、我々が動いちゃいけないでしょう。 私は勇敢人種じゃないです。患者が詰めかけてきています。恩腐されて未明から三里も山道を歩いたりね。殺人なんか、遊戯の果てに過ぎんです。百姓どもの命なんて、 虫けらに毛の生えたようなものでも虫けらよりは貴重ですから虫けらどもの人殺されださよならみなさん木取り屋だてしゃ 名医先生ピカイチが後ろ姿へ番声を浴びせたせっかく患者殺しに精を出すんだなあんたの目玉の色は精神病院で見かけたぜ気違いに幕を取らせて山のやつらはのんきなもんだな 駐在の巡査が駆けつけたこの南川雄一郎巡査は探偵小説は愛読しているが本物の事件に巡り合ったのが初めてだから全身緊張そのものに張り切って意図物々しく現状の扉に ぺったりりと封印の紙を貼り付ける「一同に向かって現状を乱さないように心得を厳かに申し渡して本書へ電話で連絡する」。 大事件が起こったですがふむ、うん、聞こえておりますか東京の流行りの人気の分子の望月王人氏流行りの人気の分子流行り分子わからんかな三文分子の反対じゃよええー、面倒な本書に文学巡査はおらんですか